こんにちは、こんばんは、サリノです。今日泊まるホテルはこちらのホテルルートイン福井駅前です。ホテルレビューをしていきます。早速チェックインに行きましょう。こちらがエントランスです。今回禁煙シングル1泊6200円で宿泊してきました。エントランスにはこちらのコーヒーメーカーが置いてあって、無料でコーヒーがもらえます。チェックインが済んだので早速部屋に向かいます。4階です。大浴場楽しみだな。あと朝食も今回ついてるんですよ。4階に着きました。お部屋は402なのでこちらですね。急に予約したのに角部屋にしてもらえてる。ここですね。402入りましょう。わー、なんか写真より綺麗に見える。なんか私もっとレトロな感じだと思ってたな、正直。綺麗綺麗。ベッドも寝やすそう、いいな。そして机の周りはこんな感じですね。なんか全部さ、開けなくてどこにあるかわかる感じなんだね。なんかわかりやすいかもしれない。あ、でコンセントがちゃんと2つあるし、大きな鏡があります。ここのライトはオレンジ色なんだ。でこのテレビが館内情報が見れるらしいです。あ、私がせっかちだから全然テレビがつかないわ。なんかここでね、いろいろ確認できるみたい。あ、でも全然音楽が鳴らないタイプだ、優しい。ね、椅子もお仕事しやすそうじゃないですか。背もたれもちゃんと全部あって、ふかふかなタイプでいいね、いいね。ポットはなんかすごい大きいタイプで、パナソニックのドライヤーがあります。で冷蔵庫、はい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 、なるほどね。なんかよく見るやつより幅が広い気がする。ここの横幅、縦幅、何これ、幅が広い気がする。でベッド周りもあそこにコンセントが、ここにコンセントがあるの嬉しいなあ。あとアラームもちゃんとつけれるタイプですね。ご協力って言ってるけど、ちゃんと部屋ごとに設定できるタイプだわ。で、しかも本当にお布団がね、なんか見た目より全然古くなかった。寝やすそう、嬉しいな。今日の夜も楽しみ。ここの玄関あたりも別で電気が設定されてて、こっちはこっちでつけれるタイプですね。あ、でこれが館内着だわ。おお、こんな感じ。ちょっと後で着てみます。でハンガーとかね、ブリーチとか、 あとスリッパが両方用意されてます。使い捨てとずっと使えるやつ。全身鏡もあります。はい、ということで一旦室内はこんな感じです。いや本当にね、写真で見るよりなんか綺麗、すごい嬉しいです。寝心地良さそう、本当に夜が楽しみ。そして浴室ですね。ここ、浴室も写真よりめっちゃ綺麗なんだけど、普通に綺麗。アメニティはこんな感じですね。ハンドソープ、シャンプーとかはこんな感じです。ちょっと初めて見るやつかもしれない。アメニティはここにもう用意されてますね。ちゃんと一人分だわ。ここのね、浴室もなんか本当に普通ですよね。でもね、14階に大浴場もあるらしいんですよ。だからそっちにも行きたいなと思っていて。そちらはね、どんな感じなのかな？はい、こんな感じです。なんかもうずーっとマスクしたまま喋っちゃってたけど、すごい良くないですか？わーい。ちょっと今回ね、福井行きたい場所がたくさんあるから、あんまりホテルに長居はしないんじゃないかなって思ってたんだけど、でもここでちょっとなんか作業とかしたくなっちゃう、なんなら延泊したくなっちゃうぐらいな感じかも、今のところは。ちょっとね、また一泊泊まってみて。だし大浴場とかもあるので、そっちも見に行きたいなと思います。とりあえず一旦ルームツアーはこんな感じでした。あー、こちらが14階のラジウム人工温泉大浴場旅人の湯ですって。わー楽しみ。公式サイトの写真で失礼します。まあでもね、見ての通りって感じです。露天風呂があったりとかサウナがあったりみたいな豪華な感じではないですけど、コンパクトで綺麗な大浴場がありました。いや、いいですね、こういうのって落ち着いちゃうよね。気に入りすぎて朝も入りに行ったもん。こちらが14階のコインランドリーとか電子レンジとかですね。いや、もう至って普通な。これをさ、どんな状況かお部屋のテレビで確認できるっていうのがいいですね。
はようございます。朝食を食べに行きます。場所は2階のレストランらしいです。どんなのが出るんでしょう。ということでやってきました。こちらが朝食会場です。朝食会場へはチェックインの時にもらった券を持って行きます。朝食のメニューが6月20日月曜日って日付が書いてあったけど、毎日違うんですかね。ということで取ってきました朝ごはんがこちらです。結構シンプルな朝食って感じですね。特徴的だったのはご飯がね、機械から出てくるの。グラム数を設定したらその分の白米がボトって出てくる形式で、初めて見たのでびっくりしてしまいました。これさ、体重気にしてて 120g にしたいとか 150g にしたいとか考えてる方にはすごく嬉しいですよね。旅しながら体重管理ってめっちゃ難しいからね、すごいいいシステムだなって思いました。特に福井の何かが食べられるっていうわけじゃないんですけど、パッとイメージするようなビジネスホテルの朝食よりかは、味とかラインナップももうちょっとだけアットホームな感じで、遠泊してこの朝食が毎日出てきても飽きないし、いいなって思いました。今回は結構ギリギリに決めてしまったんですけど、いいホテルに当たることができて本当に良かったです。福井は行きたいところがたくさんあったから、ホテル自体に長居はあんまりできなかったんですけど、すごく作業がしやすそうなので、ワーケーションとしてもいいホテルなんじゃないかなと思います。あとやっぱり大浴場がついてるのはすごい嬉しいよね。駅からも近いし、衣類とか重ための荷物を預かってもらって、観光をしてきてホテルにパッと寄って荷物を受け取って福井駅から出発なんてスムーズな予定を組むことができたので本当にありがたかったです。以上、ホテルルートイン福井のレビュー動画でした。あ、余談なんですけど、福井旅 Vlog は別動画でもうすでに上げてますので、よかったら見てみてください。概要欄に貼っておきます。このチャンネルでは引き続き旅の Vlog やホテルのレビュー、お得に旅する情報などを発信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。